はい、はい、その報酬を決める、まあ、その基準の金額ってあると思うんですけど、うんうん、実際にそうやって見積もり出して、はい、ご依頼いただいて、うん、っていう後に追加報酬、うん、どうしてもいただかないといけないとか、うん、出張、うん、それから交通費とかを、うん、まあ、別にするかどうかとかね、はい、っていうのの基準っていうのを、まあ、それぞれ持ってはるかなと思うんです、うんうん、はい、僕はね、ほとんどあの極力ポッキリ、うん、最初に言った値段からオーバーさせない、すごいね、というやり方を取ってるんで、はい、出張費も交通費もほぼ取ったことないです、うん、なるほど、はい、それぞれあの基準とか教えていただいて、はい、僕もね、その追加報酬をいただくってことはもう基本的にはあまりなくて、うん、それはやっぱりもうしっかりヒアリングをした後で見積もりを出すからっていうことになるので、はいはいはい、だいたい想定内で収まるっていうことが多いんですね、うん、ただそのお客さんがちょっと本業が忙しくて決算迎えてしもたとか、あ、今まで作ってたものがおじゃんになった時は、うん、すいませんけど2回分いただきますっていう形にさせてもらったり、で、ね、はい、であとその帰化申請とかその海外で取得してもらった書類で新たな事実が分かってしまった、うんうん、そういう場合に関しては申し訳ないですけどもう一回ちょっと見積もり作らせてくださいっていう形でやらせてもらったり、はい、であと出張費っていうことに関しては近畿圏内やったら一応別途いくらっていうものはいただいてます。で、交通費もまあそれと同様に初めからまあ公的書類の取得費用であったり交通費っていうものは実費っていうもので、うん、最後に計算書と一緒に請求させてもらいますっていうのがうちのルールになってます。はい、はい、僕の場合はまあ追加補修といっても結局最初の見積もりの段階でこれぐらいの時間かかるからっていうのでやらせてもらってるんで、うん、まあ想定以上にその案件が大変やったりとか、うんうん、あとはちょっとお客さんの、まあ、先のに近いんですけども、うん、事情で、まあ、追加でなんか上申書とかがいるようになったとか、うん、なんか署名資料増えたとかってやったらそれ作る、まあ、時間があるので、うん、まあ、ちょっと想定のやつよりも時間かかるからこれぐらい値段上がりますよって、うん、随時お知らせさせてもらって、うん、まあ、適宜 OK もらいながら最終はまあ見積もりってなくまで見積もりですから、うん、最終こんだけ時間かかったからこの値段ですよという形ではさせてもらってます。交通費とかはね、これ僕だけなんかもしれないんですけども、うん、まあ、普段ってバイクとか車で移動することが多いんで、うん、なかなかこのガソリン入れとか出せないんで、うんうん、まあ、そこはすいませんけど1往復に対して市バスの値段が定計で230円とかな、京都市内とかなんで、それで掛け算させてもらってますってことでさせてもらってますね、うんうんうん。僕もね、その交通費請求させてはもらってるんですけど、はい、極力自転車でもあります、かからないようにはします。そうですよね、もちろん、はい、うん。はい、それからね、値引きなんですけど、はい、知り合いの方からのお話だったりとか、はい、顧問先から、まあ、さっき鳩さんのポイント制の中で、うん、値引き率もあるのかもしれませんけど、うん、その値引きする時の基準とか、はい、っていうのをもし持ってたら教えてほしいなと思うんですけど、はい、ここからでいいですか。はい、まずその値引きっていうことは顧問割引、うん、でそれは月々お支払いいただいてる顧問料金で料金が割引率が違います、うん、で、それ以外いわゆるその知り合い、はい、お知り合い割引っていうのはうちは原則やってません。おー、でそれはなぜかというと、やっぱりこういう仕事してると、僕の周りにもそのいろんな業種のプロがいるわけで、はい、お頼みお願いすることっていうのがやっぱりあるんですよね、うん、でその時に僕はもう絶対に負けてくれって言わないっていうのを前提にしてるんです。やっぱり相手の、うん、仕事をすごくリスペクトして尊重したいから、そこで出されている料金を負けてくれっていうことは、うん、やっぱり失礼に値するし、はい、逆にじゃあ僕もそんな負けるわっていうのも、うん、なんか自分の仕事を、うん、なんか価値を下げてるような気がするので、ね、そこはもうなんか50-50でいこうみたいな気持ちでいるので、うん、知り合い割引とかはちょっとやってないということですね。はい、なるほどね、うん、僕の場合はまあ顧問は一緒ですね。もらってる値段によっては割引率がもうすでに表に書いておりますので、ポイントや、はい、お客さんはまあそれで理解をされてるっていうのがありまして、うん、知り合いの値引きに関しては、うん、うちはもう紹介してもらったら一応まあ紹介してくれた方を立てるという意味もあって、うん、2割引きぐらいは大体させてもらってるのは多いですし、うんうん、まあ、あとそのお客さんとの、まあ、やり取りの中の値引きってやっぱ負けてくれと思ったら誰やないかって、でもちろん先ほど追加報酬あったらお知らせしてとかあっても、やっぱ最初25万やって聞いてて頼んでたのに、なんか終わってみたら請求書来たら29万8400円どないやねんみたいな、やっぱ言わはるんで、ちょっと言いましたやんとかあるんですけど、まあ、それはやっぱ関西独特なのか全部受けようとか分かんないですけど、よくある
綺麗な数字にしましょう。29万円上げたらじゃあもう29万とか、うん、そういうやり取りはまああるかなっていうところですね。はい、うちはあの知り合いはいわゆる、はい、を標準にしてます、うん、で顧問は最初からも顧問契約に業務はもう半額、うん、半額、うん、思い切ったなというふうにしてます、はい、ので、まあ、半分こうスタッフやと思って抱え込んでるみたいな意味もあるんですけど、うん、その分といったらあれなんですけど、うん、おそらくお二人よりも僕は日当の単価基準がちょっと高い、なるほどなるほど、と思います。ですのでそういう人たちからの仕事を、まあ、優先的にやっていくという意味も込めて、値段は結構あの差がついてしまいますね。逆に言うとあんまりじゃあ一元さんは来てほしくない的な空気にもあるんですか。そうですね、僕のところはもうほぼ一元さんお断りに近い。なるほど断れないんですけどね、俺の責任そうですけど、はい、逆に、値上げをせなあかん場面、うん、っていうのも、まあ、消費税のなんか増税、うん、その他手数料が変わったりとか制度が新しくなって、うん、こんなのとこんなのも用意せなあかんようになったとかですね、うん、いろんな場合があるかと思いますけども、どういう感じで例えば事前にお知らせって言っても限界もあるでしょうし、うん、全員に対して本当に一律にやるの、うん、というところもあると思うんですね。ちょっとそれぞれのやり方を教えていただけたらなと思います。なるほどね。基本的に僕はそのホームページ上で、業務の報酬って書いてあるんですけど、あれがもう言ったら最低なんですよね、うん、でからなんですよねあれ怖いよな。そう言えば実際まあもうそういう書き方しかちょっとできなくて、ね、でまあ何回も言ってるように見積もりっていうのはもう聞き取り、ちゃんとどういう状況でいらっしゃって自分の業務がどれぐらいの量になるのかっていうのをあらかじめ把握してからじゃないとやっぱりできないっていうところがあるので、はい、もう上に関してはわざわざ告知する必要はないんですよね。で許認可であっても個別的に料金っていうものはやっぱり違うので、はい、本当に値上げっていうものはそこまで意識したことはないんですけど、まあお客さんごとでボンって決め打ちで出すからっていうところもあるんですけど、あとはいわゆる顧問料であったりとかそういったもので継続して行ってきたものがいわゆる個人事業主から法人になりされた場合、はい、っていうものに関してはすみませんけどちょっとやっぱり許認可であっても追加処理がやっぱり個人事業主の時よりも処理が多くなったりもするので、なるほど、やっぱりその法人なりしたということで僕もその別の法律もちょっと見ていかなあかんっていうところにもなるので、顧問料は上げさせてもらってっていうところになります。なるほどね、はい、僕もね値上げっていう概念は今はちょっとなかった、うんうん、まあ、先ほどもギター講師をしてた時の基準っていうのはこの10年変わってないので、うんうん、はいはい、値上げをまあみんなお知らせしたことっていうのは消費税の時しかないので、うんうん、まあ、次もまあ消費税の増税ありますけども、まあ、それはもうね、皆さんにお知らせしても、皆さん当然承知のことですから、まあ、それは自然と、まあ、青い中の会話で、消費税上がったらうちも変わりますし、お話はさせてもらっているんですけども、まあ、ちょっと辛いのが、役所の方の手数料が下がったと。なんか住民票前まで300何倍やったのに次に400何倍やとか、まあ、下がる時もあるんですけど、まあ、そういう時はもう迅速にお知らせはさせていただいてますからね。倍とかね。倍とか。本田さんどうですか。もうしないんですね。うん、はい、今までは開業から8年くらいですね、はい、1回も値上げはもうしたことはないですね。うん、でもうそれはもうつどつどになるからそうほとんどなんですけど、そうですね、実際にそう定価とかっていう概念がほとんどないでしょ、うん、ないですね。なので大きな事情がない限り、その税金の変更とか、以外はもうそこは見積もりの中で仕分けとして書いていって説明して、なんで高いねんと、それやったら頼まへんわって言われたら残念ですけどって言ったらしょうがないでしょ、ね、確かに、うん、もう無理にもできないんでね、そうですね、はい、ただ現実問題として、まあ、自分の単価を上げるための値上げっていうのはどっかでは将来的には必要になるのかなという気はするので、ちょっと考えなきゃいけないなとは思いますけど、今のところはしてないですね。はい、いかがでしたでしょうか。はい、まあ、報酬ね、なかなか生々しい話であんまりね大っぴらにするのはね、そうやね、この動画いっちゃうね、みんなに。なんかもう事業館ってそのいくらなんとかって結構タブーみたいなところ聞かないんですよね。金額がね、法定されてれば逆に分かりやすいけど、はい、自由に決められるっていうところにいくら漏れてるとか、そうですね
ね、というところであんまり具体的な金額は出したり出さなかったりだったかなと思いますけど、うんうん、はい、我々の報酬の決め方、あ、それぞれですね、はい、応用していただいてというかですね、参考にしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。